いやー、たまにはね、こういうハングルもいいですね。はい、ところで皆さん、映画は好きですか？私ね、結構映画好きなんですよ。今、あっこに見えるのはね、42インチのテレビ。まあ、これでもね、ぼちぼちでかいんですけども、実は私、こんなもん持ってます。ポチッと。はい、完全にね、なんか降りてきましたね。はい、てな感じで、ちょっとね、小さく見えると思うんですけども、これ近づくとね、そう、こんなでかいんでございます。もう手をいっぱいに広げてもね、まだ足りないぐらい。実はね、これ100インチの大画面なのです。それでこれに映像を映すには、プロジェクターと呼ばれるものが必要。そこで本日紹介するのがこちらでございます。BenQのプロジェクター、W1080ST です。便器じゃないよ。BenQ だよ。今回BenQが提供というか、これ貸してくれたの。私以前ね、スクリーンメーカーに勤めてたから、むちゃくちゃ詳しい。では早速こちらね、中身見ていきましょう。こっしょーっと。なんかケースに入ってるんですね。いや、ホームシアターのプロジェクターではね、これ珍しいね。データプロジェクターとかね、会社用のやつだと結構こういうタイプ多いの。で、中の方にはね、電源ケーブル、リモコンと説明書。そしてこれはね、D サブ15ピンですね。そしてこちらの方にね、中身があるんでしょうね。はい、と、こちらがね、本体となります。じゃーんと。あ、まだね、これビニールついてんね。今回これレンタルなんだけども、剥がしていいよね、これ。これ剥がすの好きなんだよ、これ。はい、今回ね、こちらのプロジェクターのポイントといたしました。これね、超単焦点タイプのホームシアター用プロジェクター。短い距離でね、大きな映像を映すことができるのです。ただね、こういったプロジェクターにね、馴染みのない方がほとんどだと思います。まずとりあえずね、映像を映してみましょうか。まあ、今までね、ホームシアターの設置は何十ってやったことあるのでね、説明書見なくても大体わかるんですけど、まずね、これ。パカッと取ります。そしてこれ電源コードですね。こちら後ろにね、ガチャンとね、はめまして、そしてコンセントをガチャンと。あとはここにね、スイッチがあるんでね、ここポチッとね、押しちゃってください。ピッと。お、なんか動き出しましたね。そして一般的にはね、DVD レコーダーとかそこら辺と接続するんですけども、iPhone とか iPad とかもね、こういったやつ繋げば、これで映し出せるんですよ。これだとね、結構手軽にいけますよね。では、まずこちらちょっと接続いたしまして、それでこちらがね、HDMI ケーブルでございます。映像と音声を両方ね、これで一気に送信できるってやつ。まあ、こちらこんな風に接続して、それでこのプロジェクターの裏側にもね、HDMI の入力があるんですよ。するとね、なんか映りましたね。ちょっと暗くしますよ。はい、どうでしょう。後ろなんか映りましたね。ただね、ちょっとプロジェクターの方でね、このピントがボケております。そういう時はね、まあ、ここにダイヤルがあるんですけども、ここね、ここを動かすとね、わかるかな？こんな感じでね、ピント調整をすることができます。そして手前の方にね、こういうレバーあるでしょ？これがね、拡大縮小って感じですね。では試しにね、YouTube の方を見てみましょう。YouTube と、ではね、これにしようかな。おっとっと。それでこれスピーカー内蔵ってことで、こっからね、結構大きめの音が流れます。で、横にするとね、はい、こんな感じで画面いっぱいに映るんですね。ちょっと暗くして見せましょう。はい、ではスタートしますよ。ポチッと。結構こういったプロジェクターの映像はね、汚いって想像される方いると思うんですけども、ほんと最近のやつはね、全然違うんですよ。真っ暗な部屋であれば、テレビ画面をね、そのまんま大きく引き伸ばしたような感じ。もちろんこちらフルハイビジョンに対応しててね、むちゃむちゃきめ細かいんですよね。とは言ったもののね、この映像からね、この迫力、この画面の綺麗さを伝えるのはね、難しいんですよね。もう実際ね、体験しないとね、わかんないんですよ、これ。本当に。では次行きましょう。もう一つね、これのね、最大の特徴でございます。それがね、超単焦点タイプのホームシアター用プロジェクターってこと。これどうやってね、画面の大きさが変わるのかというと、基本的にはスクリーンからプロジェクターまでの投射距離。それで画面の大きさが変わるんですよ。近づけばね、画面がね、小さくなってって、こうやってね、離していけば画面がどんどん大きくなると。
現在距離にしてね、これ大体 1.5 メートルぐらいなんですけども、実はね、この 1.5 メートルっていう距離で、この100インチっていうサイズを映せる、これはね、ものすごいことなんですよ。ぶっちゃけね、平均で言うと3メートル。これの倍離さないといけません。これの倍ってなると、このソファーよりもね、少し離さないといけないんですよ。特にね、こういった机の上に置くスタイル。これだとね、ほぼ確実に100インチ実現できません。おそらく現段階で言うと、この 1.5 メートルっていう距離で、この100インチ。それのホームシアター用プロジェクターっていうと、この弁球のやつしかないんですよ。そして今回のプロジェクター。DLP タイプのものになります。DLP タイプの特徴としては、これをね、1000時間、2000時間で使った時にね、この映像の劣化が少ないんですよ。もう一つある液晶タイプの方はね、長時間使うとやっぱね、画質がね、結構劣化してくる。まあ、色あせてくるような感じですかね。そういった意味ではね、こちら超寿命とも言えるかもしれません。そして私はね、こちらの世界に結構精通しているため、結構ね、こういったやつの、デメリット部分なこともよく知っております。ではまず一つ目。こちら DLP タイプと言ったんですけども、DLP っていうのは、カラーフリッカー？レインボーノイズとも言うんですけども、ちょっと暗くするよ。こういったね、白い字幕があるとするでしょ？すると映像がね、なんか切り替わった時とかにね、なんかチラッとね、虹のようなね、レインボーが見えることがあります。なんかほんとね、特定の条件が並ぶときにね、たまーに見えることがあるんです。ただこれほとんどの人はね、大丈夫だと思います。基本的にね、この映画自体を楽しんで、こうやってね、見るようにしていればね、ほとんど見えません。そしてこちらの方ね、スピーカーもね、ちゃんとついてるんですよね。はい、とはこんな感じなんですけども、データプロジェクターのやつなんかに比べたらね、ものすごくいい音が出ます。さすがね、ホームシアター用プロジェクターといった感じ。ただね、映画館であるようなやつとか、私とか組んでるような本気のやつに比べるとね、やっぱ重低音とかはね、ちょっと頼りない感じ。だからそういう時はね、私みたいにしっかり揃えたり、もしくはアパートとかだとね、夜ね、大きな音出せないってことあるでしょ？するとね、ヘッドホンタイプのやつ、そういうのもね、売ってるからね、ぜひそちらの方を検討してみてください。そしてね、プロジェクターっていうのは、部屋が暗くないとダメ。現在もね、部屋こんだけ明るくするとね、これ一応映像映ってるんですよ。でもね、全然ダメ。そこで部屋を暗くするとね、むちゃむちゃね、綺麗に映るようになります。これね、よく私のおじさんが言うことなんですけども、こういった明るい部屋でね、プロジェクターの映像を見るってのはね、昼間にね、花火を打ち上げてるようなもんと一緒みたいですね。昼間花火打ち上げてもね、全然綺麗じゃないでしょ？プロジェクターもね、全く同じこと言えるんですよ。でもね、部屋が暗いとね、むちゃむちゃ綺麗に見えます。そしてね、投射距離もちょっとポイント。今回のやつね、超短焦点ということで、1.5 メートルっていう距離で100インチというサイズを映すことができます。ただね、このプロジェクターの設置場所によっては、今回みたいにね、机の上に置いて、この画面までがね、近い時はいいんですけども、後ろにしか置けないっていう時、そうなるとね、投射距離がね、離れすぎて、映像はね、大きくなりすぎてしまうんですよ。そういった時はね、残念ながら今回のプロジェクターは使えません。とまあ、今回のプロジェクターはこんな感じです。そしてね、これ価格がね、すごく魅力的なんでございます。こちらプロジェクター、気になるお値段は、約10万円となります。この10万円という価格ね、高いと思われるかわかりませんけども、プロジェクター市場で言うと、これ低価格プロジェクターというものに属します。中級だとね、だいたい30万円前後。もう少し上のものになると、だいたい70万円オーバーって感じになりますね。結構ね、改築、新築とかで、ホームシアターを導入される、男性ですね。やっぱね、大画面つったらね、男のロマンじゃないですか。この画面の前の方もね、映画大好きって方いると思うんですよ。まあ、だいたい映画っていうと2時間。結構ね、仕事ずくめで忙しい人だと、週に1本見れるか見れないかっていう感じだと思います。それをね、こういった大画面で見たいか、もしくはね、テレビで見たいか。もちろんテレビでも楽しめるんですけども、こんな感じのね、大画面になると何が変わるのか、迫力がね、全然違うんですよ。そして、ホームシアターのもう一つのポイント。ホームシアターはね、自分のもんです。だからね、好き勝手していいんですよ。トイレ行きたかったらね、自分で止めればいいし、あと観客がね、いないからね、他の人の笑い声とか、そこら辺がね、全然ございません。本当にね、その映画一本にこう集中して見れるんです。やっぱそこがね、この自宅のホームシアターのいいとこなんですよ。ちょっとね、今回だけじゃ語りきれなかったな。少しね、プラスアルファであれば、私のブログの方に記載しておくので、もしよろしければそちらもご覧ください。以上、超短焦点モデル、弁球のプロジェクターの紹介でした。うーわ、ほんと話長くなりすぎた。
ホームシアター語るとね、こんなになっちゃうんですよ。またね、またまたまた、どんどん長くなっていく。とりあえずね、ホームシアター、むちゃくちゃ素晴らしいです。まあ、接続方法など詳しくはね、私のブログにも書いてるので、よろしかったら説明欄よりご覧ください。また今回のプロジェクターの説明についても、こちらに書いてございます。さらに関連動画としては、今回ね、接続に使った、なんとかアダプターはこっちの方。そしてこちらの方にはね、ホームシアターに便利な、学習リモコンの説明ページを置いておきました。さらに最後お願いなんですけども、こちら、このチャンネルね、もしよろしければこちら、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次、皆さんお会いしましょう。